まずね、バイデンさんですけどね、はい。まあ、ボケてるという表現を使うのがいいかどうか分かんないけど、はあ。77歳でね、ええ。まあ、相当メンタルな活動はスローになってますね。ああ、はあ、はあ。だからね、これ面白いんですよ。大統領選挙の時ってね、大体大統領候補同士で3回討論会、ディベートをやるんだけど、今、バイデン陣営はこれをいかに逃げるかということを必死で考えてるわけ。ほんで、これ1時間とか1時間半ぐらいのね、ディベート、トランプとのディベートではとっても耐えられません、彼の今、知的能力では。ですから、なんとかね、これをコロナがどうのこうのとかね、理由つけてね、避けようとしてますね。ボロが出ないようにね。ものが出ないです。それから先日ね、やっぱでもボロ出ちゃうんですよね。8月5日だったと思いますけども、バイデンさんが大失言やらかして、でこれはですね、黒人ジャーナリストとヒスパニックのジャーナリストが2人ずつ、計4人、このバイデンさんにオンラインでインタビューするということをやったんですね。これ、生中継やったんです。そしたら、その場でですね、バイデンさんがですね、2つ失言して、1つはですね、いいですか、黒人の代表とラティーノの代表、両方いるのに、初めそのラ、いや、ラティーノの方にね、ヒスパニックにちょっとお世辞を言おうと思ったんでしょうね。なんかね、ヒスパニックコミュニティの方がね、ダイバーシティって言いますかね、多様性があってね、黒人のコミュニティよりいいんだよみたいなこと言っちゃったんですよ。まあ、それは一点、まあ、これはちょっと言い訳できないことはないんだけど、ね、それから次にですね、黒人のジャーナリストで、バイデンさんに同情的な人たちですよ、これ、バイデン同情的な立場でみんなインタビューしてたんだけど、それがですね、いや、トランプさんはあなたのことをちょっと認知症あるんじゃないかとかいろいろ言って、で、認知症のテストを受けろとか言ってますけど、どうですかとか言ったんですよ。たら、いや、別にそんなの、どうでも答えようがあるじゃないですか。それをね、バイデンさん、ちょっと切れちゃったんですよね。それでもって、いや、君たちもね、ここに来るのにね、その前にね、麻薬のテストとか受けてるわけじゃないだろうとか言い出してね、はで黒人の記者に向かってね、お前、ジャンキーか、麻薬中毒患者かとか言っちゃったんですよ。あららららら。あららららら、ああ、結それ。構黒人に対する差別感覚あるんじゃない、この人っていうのがね、バレちゃっああ、それがて、生放送ですか。生放送だったんで、もう修正しようがなかった、ああ、そ生れではも中継だったういんけで。ませんね。そういう方なんですね。ほいで、実は、まあ、旧枠を暴けばって、バイデンさんの昔のお友達には、民主党の議員ですけど、まあ、明らかに KKK のメンバーとか、地方議員だけどいたんですよ。で、皆さん、誤解されてるかもしれないけど、南部のアメリカ南部の KKK、クークラックスクランのメンバーっていうのは、政党所属から言うと、みんな民主党だったんです。というのは、共和党っていうのは、リンカーンの党で、共和党を出て、共和党出身で初めてアメリカ大統領になったのがリンカーンなんですね。というのは、共和党ってどういう経緯でできたかっていうと、奴隷制廃止のためにできた党なんですよ。だから共和党は保守で、奴隷制肯定か全然違うんですよ。で、共和党が南北戦争に勝っちゃったもんだから、リンカーンで北部大統領で、だから南部の人はみんなその後民主党になったわけです。一番人種差別主義者が民主党に入ったわけです。だから民主党ってちっともですね、人種差別反対の党では元来ないんですよね。羊としてで、はバイデンね。さんの昔のお友達なんか、明らかに KKK の幹部だった人たちがいたんです。そういうこともあるんですけども、それから、ね、カマラ・ハリスさんの話にすると、カマラ・ハリスっていう人は、まあ、極めて軽量な人なんだけど、この人は、まあ、はっきり言うと、日和見主義者の出世主義者で、で、自分が権力を得るためなら何でもやりますというようなタイプですね。だからヒラリー・クリントンと似てますね、メンタリティがね。それで、例えば彼女は、カリフォルニア州で検事で名前を挙げたんだけど、その時やっぱりいっぱいどん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 起訴をやって、有罪判決いっぱい取るっていうのが有能な検事っていうことになるわけですよ。そうすると、政治の道も開けると。結構でね、アメリカでちょっとあるのはね、検事さんで政治的野心がある人ってね、派手な、例えば有名人を捕まえるとか、世の中をはっと驚かすようなスキャンダルを起訴するとかね、やるんですけども、カマラ・ハリスさんがやったのはね、
もう、カリフォルニアではもう本当に一般化していたマリファナ摘発やったんですよ、それで1500人ぐらい捕まえて牢屋入れたって言うんだけどね、これあのもうでその後合法化されちゃいましたからね、はい、で彼女が牢屋にぶち込んだ人たちはみんなその後の検事があの赦免して出てきてますよ、だからそうやって成績上げる、はいはい、そういうことで名前を挙げて、ね、偉くなると、うん、で彼女は結構シリコンバレーあたりのハイテク企業の受けが良かったりする、カリフォルニア出身ですからね、はあはあ、だけどだからあのそれも、まあ、シリコンバレー非常にリベラルなところで民主党支持が圧倒的ですから、まあ、あのだからビジネス界にも受けが良くてあんまりだから極左ではない、はいはい、よし出世のためならあの何でもいい、で例えば彼女は検事であったけど、今度、あの全米で、暴動がですね、人種差別運動と言いながら、大変な暴動が起きまして、はい、これはまあ非合法というか、犯罪行為ですよね、略奪、破壊を行った、こういったことに対して、ブラック・ライブズ・マターなんかの運動に対して、はい、ね、非合法な活動は決していかないと、ね、人種差別反対運動と略奪暴力は関係ないんだってことを絶対言わなかった人です。はあ、元検事だけど、要するに今、そういうのを批判したら、自分に政治的にとってマイナスだと、そういうところが非常に、で実はそうそう、ね、だからバイデンさんもそうなんですよ、バイデンさんもそうなんです、あのそのブラック・ライブズ・マターの運動なんかに関して、ね、合法的なあのデモはもちろんアメリカ人の権利で結構だけども、はい、暴力はいけないと、これは違法行為、特に略奪行為ですよね、そうですね、黒人やラティーノや少数民族の人たちの、あのやってる店、それガラスぶち割って物を盗んでいく、はい、一番困ってるのは同じ黒人コミュニティの黒人であったりするわけですよ、はい、そんなことをね、あのそれを止めるってことを言わなかったんですね、で警察改革と言いながら実際上はディファンドザポリスというのが今の BLM なんかの運動のキャッチフレーズだけど、これは予算削減、警察予算削減っていうよりも警察予算打ち切りに近い表現なんですね、要するに警察解体ですよ、今アメリカで警察解体して法と秩序を守るです実力組織がなくなったらどうなりますか、はい、もう無秩序社会ですね、アナーキーになっちゃいますね、そういったことにノーと言わないのがバイデンでありカマラ・ハリスなんです、だから元検事だから、そしてカリフォルニア州のアターニージェネラル司法長官もやった人だから法と秩序を守る人なのか全然違います、極端な日和民主主義者でね、そして今日和を見てあこれは BLM の運動なんかノーと言わない方がいいなって言ったら何も言わないんですね、なるほど、じゃあもうこの人を副大統領候補に選んだところで黒人層やヒスパニック層にの選挙目に対してプラスには働かないですか、いやある程度はそれは働くでしょう、まあ、この人は お父さんがジャマイカ移民、お母さんがインドからの移民ですね、ですから、まあ、そのマイノリティにはあるでしょうけども、ただその副大統領を選ぶときって副大統領の出身州の票が取れるってことなんですけども、もうカリフォルニアは決まってますから民主党しか行きませんから、はい、初めからね、まあ、そういった点はプラスない、だけどいわゆるその出世主義者ですから、何でもありの人なんで、バイデンとしては扱いやすいと思ったんじゃないですか。はあ、だから、予備選の討論会で散々噛みついても、副大統領候補にしてくれるって言ったら、ニコニコして尻尾振ってくるわけですよ、そういう人ですね、はい、カマラ・ハリスっていうのは、はいはい、アメリカでありがちな非常にその出世主義者 のなんていうかな、まあ、バイタリティはあるんですよ。だけど世の中そう目立ったことをやってね、それでもって偉くなってやろうっていう、まあ、そこら辺の非常に、まあ、僕から見ると癒やしい感じがします、ね、そうですね、あんまり居酒屋で同席したくないタイプだと思いますけど、坂東さん、藤井先生にちょっとお聞きしたいことがあって、バイデンさんですね、はい、よく、はい、最近ネットの上で見るんですけども、なんかやたらと女の子に、はい、こうほっぺをすり寄せたりとかくっついたりとかですね、女の子だけかと思ったら成人女性にもやたらこうくっついて こんなになっちゃってたりとかですね、なんかそういう写真を見るんですけど、なんかそういう癖があることなんですか。
あの壁があります、非常にそのセクハラで有名ですよ、ね、この人。それはやたら触りたがる。それはあの、少女対象とかじゃなくて、もう女なら誰でもくっついてきちゃうみたいな声が、まあ、どの程度までか、バイデンさんに聞いたことはないんですが、年齢の条件は、もう かなりベタベタ触る人 で、ね、まあ、最近、それやめろって言われてるらしくて、あんまり目立たないようには、なってんだけど、で彼には、そのセクハラどころ、非常にヘビーなセクハラ疑惑があって、はあ、まあ、自分の事務所にいた女性で、かなり、彼にひどいこと、性的な暴力を受けたっていう女性がいて、これが声を上げてますけども、ね、あの他の共和党の人なんか、特にですね、あのカバノーさんっていう最高裁判事の承認をするかしないかっていうのは、アメリカ議会上院でやった時、これトランプさんが指名した人なんで、ものすごい真面目な人なんですけども、高校時代にね、強姦疑惑があるなんつってね、はい、まあその時はね、カマラ・ハリスなんかね、ギャンギャン騒いだわけですよ、ね、で女性の主張がまず正しいと認めるべきだとか言ってたんだけど、このバイデンさんの、バイデンさんのこのセクハラ疑惑に関しては、みんなその女性の権利、女性の権利って言ってる、今回出てきた大統領選挙に出てきた候補者、誰一人もその女性に同情的じゃなかった、完全に無視なわけですね、見て見ぬふりですね、まあそういう人たちですね、みんな、まあカマラ・ハリスもそうでした、まあだからね、バイデンさんにそういう、そういう癖が、癖があるのは確かです。いやいや。まあ、あの BLM の関係なんですけども、これ BLM の裏返しで PDS っていうのがあるんですね。 PDS なんか何の略なのか、おそらくポリスデパートメントサポートしようかなんかなのかなって私は思ったんですけども、なんかみんな集まってきて、その警察をサポートしようって言って、あの BLM の反対側の人たちが今集まりつつあるっていうお話、そういう動きが、そうですね、それとあと BLM やってるものの中心になってる、ね、コアになってる人たち、どういう人たちなのかっていうのが、これちょっとこの間アメリカから帰ってきた人に聞いたら、なんか LGBT やってるやつらと同じやつらがいるんだと、だから黒人の中心にいるのは黒人とは限らないと、なんかそんな話もちょっと聞きました。まあ、アンティファの件もありますよね。そうですね、それからね、あのブラックライブズマターに関しては、なんか非常に自然発生的な動きだとか言ってる人がいますけども、そういう部分も、周辺的な部分ではそれもあります、だけど、コア、核の部分は、これはもう革新的なマルクス主義者で共産主義者ですよ、その人たち自身がもう発言してますから、公にね、だからそういう運動ですよね、だから僕、これ、どっかでチャイナの紐もついてるんじゃないかなと見てるんですけどね、証拠は出てませんけども、いくつかのダミー団体かなんかを経てね、資金的な援助も受けてるんじゃないのかなと、辿っていうふうに、のように私は疑念を持ってますけども、まあ、おそらく調べてると、そういうことも明らかになってくるんじゃないですかね、アンティファの方なんかはもっと組織されててそうですね。だから BLM の運動って言いますけどね、先日ね、トランプ支持者の黒人の男性が殺されたんですよ、トランプ支持者の黒人男性が殺されて、これに関してはブラック・ライブズ・マターもアメリカのマスコミも全く口をシャットアップして何も言いませんね。はあ、この人堂々とね、黒人だけど、結構リベラルな方で、以前は BLM の運動も支援してたんですって。そんな人が、だけども今回の選挙に関してはトランプを支持すべきだっつって、自分のお店の前に看板なんか掲げてね、でやってて、結構コミュニティでは有名な、なんていうかこうオピニオンリーダー的な、ちょっと変わったおじさんみたいな人だったらしいんですけど、純然たる黒人の人ですよね、でそしたらどうもこの政治的にな意図で殺されたんじゃないかと、犯人まだ捕まってないんで分かんないんですけども、ちょっと目立ってね、看板掲げて、自分の家の周り歩いたりとか、まあ、そういう、まあ、政治運動してたわけです。でこれに関しては、これに関しては何にもBLM も何も言わない、それから、まあ、話が出たんでついでに言いますが、今回のいろんな一連の事件のきっかけになった、ジョージ・フロイドさんという黒人の人が殺された、これに関しては、これに関しては、FOX テレビのタッカー・カールソンっていう有名な、まあ、保守系のアンカーマンですね、
この番組で、実はこのフロイドさんの死体解剖をしたところ、フェンタニル、麻薬ですね、フェンタニルの致死量の3倍が血液中から発見されたと、3倍の濃度だと。はあ、それから警察官を起訴した後に、この逮捕のフィルム、逮捕の動画が実は公開されたんです。そうするともう明らかにフロイドさん初めから、はあ、挙動がおかしいんですね。はあ、おかしい、だからああいう要するに麻薬やってるってことが、なんか薬物やってるってことが明らかなんで、こう突発的に暴力的に行動されたりすると困るんで、かなり手荒なああいう首根っこを押さえつけるようなことを、これはもう警察で、そういう場合はそういうふうにしろというマニュアルですね、対処マニュアル通りにやったと。で、麻薬大量、フェンタニル大量摂取した場合、呼吸困難に陥るっていうんで、でそれが死因じゃないのかと、そういう話も出てきておりまして、あれ、全くまともな人がああいう姿勢で膝で首を押さえつけられたから、呼吸困難で死んだというのとは違うんじゃないのという、直接の死因ではない、その真相が違うんじゃないのと、そういうことが現れてきて、だからこれを聞くと、これを言う情報公開されたと考えると、ジョージ・フロイドさんの死というのは残念なことではあるけれども、警察にそんなに落ち度があったんですかということにもなってくるんですよ ね、 そうなりますね。警察とすれば標準的なと言いますか、決められた通りのことで対処したと、だって身長190センチぐらいで巨漢ですからね、力もあるし、警察官自身が相当な身の危険を感じてた、それにどう見てもこれ、まあ薬物でまあラリってるっていうか、ちょっとおかしいと、はい、まあそういう状況での逮捕だったということですよね、そういったこと情報もようやく広がり始めたんです、これフェンタニルってですね、中国から今非常にこれトランプさんも非常に怒ってるって言われるやつなんですけども、郵送で来るんですね、売人が持ってくるとかそういうんじゃなくて、本当に手紙の状態で各家庭に届いちゃうらしいんですよ、これが中国から日本もなんかおかしな種がね、それでこれがすごい安く手にすぐに手に入っちゃうもんで、これやってるやつの様子見たらですね、まあ動画で見たんですけどもね、なんか気持ち悪くて吐きそうなおっさんがうろうろしてるみたいな状況なんで、本人は気持ちいいみたいなんですけども、傍から見るとなんか気持ち悪くなって、もう二日酔いのもっとひどいのの状態になっちゃって、うずくまってるようなおっさんとか、こうどうしようもない途方に暮れてるおっさんがうろうろしてるような状況になって、それが街の風景みたいになっちゃってるんですよ、いっぱいいるもんだから。それだけ出回ってたやつですね。それとあとその薬物もそうですけどもね、酔っ払いも、特に酔っ払いなんかもそうなんですけども、それ服用もしくはその先に酔ってる状態っていうのはですね、瞬発力が出るんですよ、これは私も警察の時に捕まえる時に気をつけろっていうのはですね、捕まれた時のこの握力にしても、その場で動かない状態で瞬発力出すその筋肉の力っていうのはものすごい強くなってるから、酔っ払いにしても、それは気をつけろって、じゃあどういうふうにしたらいいんですかってこれ教官に質問したら、とにかく移動すると走ると、で追っかけるなりなんなりこう走らせ、向こうがかかってくる時とかは走って一旦逃げて、そこから走らせてから弱らせると、そうすると持久力は全然落ちてるんで、そういうふうに対処するしかないんじゃないの、それが一番いいんじゃないのかと、相手を傷つけないようにするためには、だから逃げたら追っかければいいんだと、そういうふうに、聞いたことがあります、ね、だからその状況で、そのフロイトさん捕まえたという時にも、当然それを考えるんであれば首の上に乗っても、しょうがないのかなっていう感じです、まあ、9分乗っかったことは私ないんでですね、どうかなと思うんですけどね、それにしても致死量の3倍以上の濃度の薬物、はあ、それはね、そういう情報が、それがまたね、チャイナがから密輸で届いてるもんなんですよ、そのフェンタニルの多くはね、そんな形でつながってしまうんですかね、だからアメリカっていう国が混乱すればするほどね、得すると思ってる国があるわけですからね、まあ、そういうこともあるんでしょう、BLM に関しても暴れてるやつら全員が全員素人じゃなくて、中にはプロ集団みたいなやつが入ってるとかってよく言われますし、あと捕まった留学生が領事館の指示でやりましたって、中国人が中国人留学生が言ってるっていう前にありましたんで、そんな告白まで、
それからね、確かにね、警察支援の動きっていうのもあって、はい、例えば起訴されちゃった警察官に向かってね、その裁判費用やなんかみんなで集めて応援しようとかね、そういう動きもアメリカのその良識派の動きもあるんですよ、もちろん。出てこざるを得ないですよね、うんうん、はい、そのカウンター的な動きがね、はい、うん。